はい、皆さんどうもこんばんは、ゆうゲームチャンネルです。今回もね、ロストジャッジメントの続きをやっていきたいと思います。でね、前回までずっとユースドラマの方をね、めっちゃ一生懸命進めてて、まあそろそろちょっとね、沢先生の方のメインストーリーをね、進めないと散々待たせてるし、沢先生ちょっと強盗に入られたっていうか、空き巣に入られたみたいなことを言ってて、心配で様子を見に行くってとこだったんだけど、ユースドラマが気になりすぎちゃってかなり、いろいろ進めてったんだけど、そろそろね、進めていかないと沢先生、もしかしたらなんか、事件に巻き込まれてるかもしれないんでね、助けに行きましょうかっていうか、様子を見に行きましょうかね。はい。でね、みんなにね、その、進めていく前に、ちょっと正直の欄見てほしいんですけど、見てくださいよ。あんなに貧乏だった矢神たんって、もう今、1000万円プレイヤーですよ。これ何やったかっていうと、あの、田代くんがいる VR スゴロクってのがあるんですよ、ここ。嵐を呼ぶロケテスト。まあ、これね、続 VR サロンパラダイスっていう。ここに、あるね、ミニゲーム、スゴロクみたいなのあるんですよ。バーチャル、仮想空間に入ってね。それをクリアするとめちゃくちゃ報酬もらえるんですけど、それをプレイするには、プレイパスっていうパスが1個とか、1つのプレイスの3枚とか、めちゃくちゃ、なんだろう、お金がもらえるコースをやると10枚とかすごい使うんですけど、そのプレイパス手に入れるの大変なんですけども、そのプレイパスなくても遊べるフリーパスってのがあるんですよね。そのフリーパスの引き換え券6枚っていうのをこの間全部集め切って、で、もう VR パラダイスじゃねえ、VR スゴロクやり放題になって、それでやりまくってお金をたくさんゲットしたって感じですね。まあこれでも前はね、1500万まで持ってたんですよ。で、いろんな部品とかパーツとか、いろいろ買ってたら500万も使っちゃったけど、まだ、こんだけあるっていうような感じですね。はい。で、あとね、シナリオ進める前にちょっとみんなにお願いがあって、まだね、チャンネル登録まだされてない方とか、なんか関連動画から飛んできた人とかいっぱいいると思うんですけど、まあ皆さんね、まずチャンネル登録の方、よろしくお願いします。あと、高評価もしてもらえるとね、めっちゃ喜びますし、まあチャンネル数が増えてって、まあ収益化とかできるようになったらみんなにね、恩返しとかいろいろできるような企画を考えていくんで、それまではちょっと何卒待っててくださいね。ああ、信号無視しちゃった、部屋が見たんで。じゃあ早速シナリオ始めていこうかな。これは入れるのかな。ここがね、沢とか呼び捨てちゃったけど、沢先生の自宅兼マンションなんですけど。これは入れるのかな。沢先生の部屋は、理事長の話だと、沢先生はこのマンションの304号室ってことだった。なるほど。部屋番号も聞いてたんでね。あ、沢先生いらっしゃいますか？矢神探偵が来ましたよ。え、あ、いた。あ、出てきたのか、誰か、ここの住人が。悪いやつだな、おい、オートロックを。オートロックが何のためにあるか知ってんのか？悪いやつですね、こいつは。絶対、沢先生開けてねえのに。でも、沢先生いるのかな？チャイム鳴らしても、音が、なんかしなかったけどね。思ってたより嫌に静かだな。てか警察呼んだのかな？少し前に空き巣が入ったって割には確かに警察とか来てないの？呼んでないのかな？沢先生の部屋は？これなんだ？ 30 何とか書いてあんのか？書いてねえな。あ、でも部屋の目的地的には、ここか。この部屋が304号だ。沢先生はここに帰ってきてるはずなんだけど、あ、なんかムービー始まったね。お、チャイムを鳴らしましたね。さて。わ、雨降ってきたな。あ、誰か来てんのか。あ、誰か来たな。なんだ、誰だ。え、お、お前は、山本浩二ではこの服装。まあ、ここのロストジャッジメントの世界では、桑名仁と言われた、便利屋の人だね。あ、ここはフルボイスあるみたいなね。なんだろうな。どうした？どうしたん？何しに来たの？このカメラワークはなんだ？あ？入れ食いだ。やっぱり SI と食いつきが違うな。なんでお前ここにいんだよ。始めるぞ、阿久津。KR のハングレのリーダーですね。あの、玉木宏さんがやってる相馬だったかな。え、なんであいつもここにいるの？え、何？さあ、あ、そういえば、阿久津とかが、こないだ、うわぁ、ここで終わっちゃった。
チャプター6が終わっちゃったね。そういえば、偉人町に阿久津とかがなんか、兵隊連れてなんか、駅前歩いてたよね、そういえば。あ、でも相馬も来てたんだ。やっぱ相馬は、埃っぽいとこがアレルギー体質なんで、ちゃんと車で移動なんだね。電車じゃないんだね。何これ、どういう展開なんだ、どうだったっけ前やった時で、玄ちゃんの前回のあらすじが始まるね。で自殺した江原敏郎の件より前、東京でもやはりいじめによる悲劇が起きていた。当時の状況を聞き取るべく沢先生を訪ねた矢上は、そこで偉人町の便利や桑名と鉢合わせ。そうだな、ここで終わったんですよ。だが桑名と沢先生の間に一体何の接点があっただろう。何があるんだろうな。チャプター7、これ領収かな、囚人の囚と領だから領収って意味かな。領収って意味はなんて意味だったかな。生きてなんか捕らわれるみたいな感じだったかな。敵に捕らえられたやつって意味だったかな。誰か捕らわれるのかな。クワナ、なんであんたがここに。本当だよ、何しに来たんだよ。てか沢先生とお前接点あんのか、もしかして。沢先生と繋がってるのか、あんたが。まいったな。どういうことだよ。なんか見られちゃまずい状況か。便利屋の仕事で来たなんて言わないよな。なんでお前がここにいんの。うつをガードした。いや趣味悪い。なんでアンはここに。いや後ろからも来てる。趣味悪い柄してんな。ここ何戦うのか。てかなんで部屋から入ってきたの。沢先生無事なのか。やべえ。こいつの目当てお前じゃない。俺がはめられたんだ。連中の狙いは俺だ。そうなの。あんたがなんで狙われるんだ。そうだよ。何なんだよお前は。うわ、AV 男優みたいな人いる。あれは阿久津だったかな。沢先生、あの人はどうした。やったのかもしかしてお前ら。こいつもだんまりかよ。いやー、なんか状況が読めねえ。やりすぎて殺さねえよ。いやーマジで怖すぎるこいつの顔。 AV 男優みたいだけど。阿久津、これ共闘すんのか、もしかして山本浩二と。うわー、ハングレー RK 最高幹部阿久津ダイム。やべえ、うわ体力長。とりあえず演武で周りの敵を一掃して。あー結構強い敵いる。おい、ちゃんと戦えよお前。矢上探偵にばっか任せんじゃねえよ。これもしかして落とせる？あ、やべえ！あぶねえ、なんか持ってんだけど。なんか持ってる。やばい、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って待って、人が多すぎる、狭いのに。うわ、すげえかっこいい技。あぶねえ、あぶねえ。やばいやばいやばい、助けてくれ！ここ使っちゃう。千葉くんって、おー、いいね、ちょうどいい。体力を高い敵に、ヒートアクション炸裂したね。これダウン中に使えるヒートアクションだね。落とせないのかな誰か。ちょっと、おわー、ちょっと、おわー、なんか打撃強ない敵の。あー、アクツさん、すいません。ちょっと、結構借りますよ。アクツさん、体力高いから大丈夫だよね。あー、大丈夫だね。アクツさん、大きいので、はい、うわ、なんか壁切りしてる。ねえ、ちょっと、強いって、てか、敵が、もう落とせるから。お一人様、一名、いってらっしゃい。落とせた。あ、やばいやばい。あ、タフネス Z 欲しいな。ちょっと使っちゃおう。タフネス Z 使っちゃう。ちょうどね。あー、やばいやばい。もう落ちるだろ、矢神探偵。タフネス Z 結構落としてくれた。うわー、演武が強いけど。やばい、やっと。あ、やばい、これはやばいか。これはやばいか。てか、クワナ何やってんだよ。あー、クワナ。クワナ何やってんだ。やばいやばい、助けてくれ。あ、痛いよ、それ。やばいやばい、バツレッド。あー、痛い。もうやってくれたら阿久津さんよ。俺は千葉くんを倒したいんだけどな。その趣味悪いシャツ変えてきな。大阪のおばちゃんぐらいだ、そんな着てんの。千葉くんをと倒して、いやでも結構なんだろう、矢神だって強くしてきたからだいぶ戦い楽になったな。やべやべ、見て体力も、あ、てか強いな。あ、
あ、やばい、それやめてくれ。お、クワナ何やってる。助けろ、お前。クワナ助け、マジ役に立たんでた。クワナが役に立たねえ、マジで、ほんと。おー、やべえ。危ねえ。いや、ちょっと待って、これやばいぞ。もう一回やっとくか。もう一発。まあ、ヒートゲージは溜まってるからね。まあ、EX ゲージか、こっちで。もう一発いっとくか、クさん。これ同じヒートアクションっていうか EX アクションはダメージ軽減されるのかな。あ、OK、自爆、おっと。いいね、かっこいい。おー、危ねえ。あぶね、かっこいい。ヘリで。クワナマジで役に立たなかったな、ほんと。寝とけ、阿久津。ピクピクしてんな。マジでクワナが役に立たなかった、ほんとに。あいつ、変化弱えな。おぉ、タフだな、阿久津さん。いや、ほんとだよ。うわぁ、阿久津タフだな。ガタいいもんな。あれ、サマ先生。あ、殴られてる。大丈夫。お前ら、警察を呼びます。助かります。お前ら、女にまで手出してんのか、クズめ。おい、逃げるぞ、ヤガミ。いや、ヤガミ、逃げてもいいのか。それよりも沢先生が心配だわ。すまね。沢先生一人にして大丈夫か。わかりました、阿久津さん。うわ、阿久津。阿久津、まあ、生かしちゃったじゃん。こいつタフだな。え、まだ戦うの、お前ら。千葉くん。この時半ズボンって寒くないってか、後ろのモブキャラ。それ中学生が履くダメージジーンズだろ。そのピアス痛そうだな。そこメリケンサックで殴ったら痛そう。うわー、寒そう、あいつ。RK のメンバーたち。いやー、これ何人の後ろもいる、もしかして。あー、後ろもいるな。あ、OK、とりあえず投げて。あ、ガードして、一人。お、一人様？谷口さん？いってらっしゃい。ここ2階3階だよな。死ぬぞ、人殺したら。ヤガミだって。いや、強い演武が。千葉くんタフだね。なんかみんなタフなのかな。タフネス使っちゃおうか、せっかく落ちてるしな。別に回復しなくてもいいんだけど。おら、うわー、村田今の蹴り痛そうだな。あ、やばいやばいやばい。ここやっぱ戦いづらいわ。やばいやばい、飛べないな。オッケー、オッケー。これ強いやつは多分落とせたりしないんだろうな。落とせんのかな。あー、やばいやばい、もう危ねえ。その攻撃痛すぎだろ。あー、やっぱ持たせてくれないんだ。よいしょ。このね、よく強いんだよ。てかタフネス Z なんか浮いてんだけど。使っちゃおうか、タフネス Z。取れない、それ取ってもね。オッケー、よいしょー。おっ、やばいやばい、強い強い。演武は怠慢に向いてねえからな。危ねえ。カリカリすんだよ、出ちゃった。カリカリすぎだろ、あいつ。あ、ピクピクしてる。タフ、あ、スタミナもあったのか。スタミナ使えばよかったな。いや、強かった。てか、狭いとこ戦いづらいよ。いや、演武のアビリティだいぶ取っといてよかったな。さあ、先生。さあ、先生、大丈夫か。はい。警察が来るまで鍵閉めといてください。俺は桑名の様子を見てきます。いや、ほんとに絶対開けちゃダメだぞ。矢上さんは大丈夫なんですか。はい、警察呼んでよ、ね、先生。それより先生、桑名とはどういう。まただんまりか。お前ら揃って揃って。とにかく部屋にいてください。大丈夫か、一人にして。結構ドアとかこじ開けられたりしない。大丈夫。クワナの様子を見に行かないとな。たく、なんであいつ RK に狙われてんだよ。いや、ほんとだよね。偉人町の便利屋とカムロ町の半グレが、どういうつながりあんだ。うわ、なんかまた来たろ。うわ、また来た。ひつけえな。てめえ、ヤガミじゃねえか。お前、その格好、バーテンダーか。RK の応援か、早くクワナを追いつきたいとこだけど。こいつらも沢先生に危害を加える可能性がある。放っていくわけにはいかないだろ。なんだその目。まさか俺らの邪魔しようってのか。その重ね着やってんのも中学生ぐらいだ、まあね、けどこっちも急いでるから。 RK は中学生の服装してるやつが多いな。さっき調子乗ってんじゃねえぞ。おいおい、タイマンでは今時カイトさんよりヤガミの方が強えかな。ターボーの方がまだ戦うのかよ。こいつも中ボス系か。ああ、こいつはザコ。うわっ、ブーツ持ってるじゃん。ダメだよそんなの。
痛いってそれは。もうそんなやつは、うわ、ヤガミ立ってどう見ても巨漢なのに、うわ投げちゃった、すげえ。あ、ありますねこれ、よいしょ、これは殺したわ、それは殺した、それは殺したって、ヤガミ探偵服してるじゃん。マジこれ捕まるのはヤガミ探偵なのでは。あ、まださっき浮いてる、なんだ、スタミナ X あるね、使っちゃおう、これでヒートゲージ回復するからな。宙に浮いてるっす。あ、なんか結構、とりあえずこっちからでいいのかな、こっちから追いかければいいのかな、あれ、あ、こっちか。うわ、なんか倒されてんじゃん。お、クワナやってんね。こっちかな、こっちっぽいな。階段あんのかな、いや、飛び乗る系かもしかして。クワナのやつ一体どこに逃げたんだ、こっちに来た痕跡はあるけど、これね、倒しながら行ったのこいつら。エレベーターは使ってないみたいな、もしかして歩道橋の方から、あー、すぐ近くに。てか、この作りまずくない、侵入できちゃうじゃん。あ、やろ、やりやがったな。この建物の作り悪いだろう。ヤガミだ、よその人が侵入できるようなベランダまずいって。そりゃ防犯的にダメだろこの建物。2階の人気のなさやばそうだな。また家に手出したんだ。うわ、追いついてきた、後ろからも。いや、こんなに戦闘あるの、仕掛けてくるのは。いや、結構でも育てといてよかったけど。しかもこれやったの、そうだ、これクワナだぞ、便利屋だぞ。言い訳なんかしてんじゃねえよ。眉毛なさすぎだろ。死んどけ。マロかお前は。 RK のメンバー、いや多いな。これ速攻落とせんのかな。よいしょ、うわ強、かっこいい、避けるのが強いな。いや囲まれるとまずい、ちょっと少し片付けたいな。オッケーオッケー、とりあえずこれで、お、三角飛びか、あ、いいね、これいろんな敵巻き込めるヒートアクションだから、これ強いんだよ。いや、少し雑魚は減らしときたいな。これ向こうだったらもう一回落とせるのか。ビビってんじゃん、ビビってるやつらいんな。あ、タフネス Z もう使えねえわ。おら、おぎはら、ビビってんじゃねえぞ。ビビってんなら喧嘩打ってくんなっつうの。結構経験値もらえたね、1000円しかもらえないお金。こいつら金持ってねえなあ。たく余計な時間を使わされちまった。いや本当だよ。あ、下か、今の RK のやつらか、クワナのやつ追い詰められてるみたいだな、急がないと。いや俺はでもクワナより沢先生の方が心配だけど、ね、これ何、飛び乗れんのか、あ、下行けるのか、もしかして今、あ、行けねえな、あ、行けるか、あ、行けるね、こっちから行けるな。さっきなんで行けなかったんだよこっち。ああ、クワナ、クワナ待ってたぞ。まあ、え、戦う気てか逃げろよ、逃げ足が遅いんじゃねえの。てかさっきのバーテンダーまたいいんじゃん、もう回り込まれちゃう。てかなんでこんな寒いのにランニングシャツなんだよ。まだ俺らの邪魔すんのか。いや、さっきの左の2人はさっきやっつけたばっかりや。怖っ、海沿い、怖すぎるよ。あれだな、こんな海沿いの建物なんだ。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。いや本当だよ、沢先生だんまりだったからな。何も教えちゃくれなかったからさ。先のことは気にすんな。え、また戦うの、阿久津さんと AV 男優阿久津大夫と。うわ、多いよ敵。これはちょっと苦戦すんな、どうしよう。三角飛びでなんとか。あー、やべえ、危ねえ。あー、阿久津さん、阿久津さん、阿久津さん、ダメージください、ごめんなさい、阿久津さん、阿久津さん、とりあえず阿久津さんが邪魔すぎる、阿久津さんが邪魔すぎるよ。みんな、もうね、こんな狭いところで戦うんでやめようぜ。とりあえず一人かなんか掴んで壁際持ってけば、壁際持ってけばこれで三角飛びが発動するから巻き込んでダメージを与えられる。あれ、阿久津さん巻き込まれてる。あ、オッケー、いいね。いやいや、やっぱ大勢の敵には演武だな。いや、邪魔すぎ。お、阿久津さんやめてくれって、それ危ねえ。いや、もう邪魔すぎる、阿久津が邪魔すぎる。あ、オッケー、ヒートアクションが使えねえな。ヒートアクションでついついいっちゃう。あー、オッケー、片桐、とりあえずしんどけ。オッケー、なんか求めるもんねえから、あっつが邪魔すぎる。お、なんか入ったら、いい加減寝てろ。
なんか QT 入ったぞ。これなんか入力あんのかな。うわーなんか、おいおいおい、クマラン、お前それはねえぞ。助けてやったのに、なんてやつだあいつ。あ、自転車借りますよこれ。あーちょっと堀口くんダメージかかってるやつに使っちゃったらもったいない。おお、よいしょ。うわかっこいいっすよその。オッケー、避ける。おー、いいねいいね、これ強っ。よっしゃー、これね、罰入力することで避けた後に反撃をする新しい矢神探偵の QT なんだけど、タイマンか、まだ。あ、まだタイマンじゃねえんだな。田辺くんがいるわ。田辺くん、田辺くん、とりあえず寝といて。田辺くん、スライディングだ。オッケー、やっとタイマンになったわ。あ、やべやべやべ、あぶねえ。タイマンなら一戦の方がいいかもしれない。うわーやっべ、強っ。やばい、これ死ぬのでは。あーやばいやばいやばい、あぶねえ。これ食らうわ、食らうけど、とりあえずこれで死にはしないでしょ。いや、いてえ、危なかった。おっと、おーおー、強気だな。まあ、なんか掴めるものない。あ、これ借りますよ、人参の皆さん、すいませんね。ゴミ箱の極み倒した勝っちゃったよ。強かった。いや、そんな強くなかったな、阿久津さん。矢神探偵が強くなりすぎだったわ。どんなもんよ。クアラ、あれ、そうだよ、あいつなんか置いてって逃げやがった、あの野郎。礼も言わずにとんずらかよ。どんだけ自分のあれなんだ。止まれ、矢神。うお、なんだ、なんかは、お、さすがにタフだな。タフだな。でも、さすが登場界の鉄砲玉。それはお前次第だ。まさか銃持つか。ああ、やばい、うわー、マジかよ、沢先生じゃん。うわー、そうまね。うわー、なんだお前ら、やめろ、卑怯すぎる人間のクズめ。お前までこの女と繋がってたとはな。沢先生が何したんだよ。お前らは何をやってんだ。関係だろ。何が狙いで動いてる。やめてくれ、沢先生はやめてくれ、マジで。当ててみな。いや、全然わかんねえ。いや、時間切れだ。なんか後ろいる人。ああ、うわ、痛い。それはえぐい攻撃食らったな。わ、ターボー、こいつのスマホはその辺に捨てろ。GPS で位置がバレるから。ああ、こいつら結構頭いい。これ千葉くんだわ。いやー、誰か気づいてくれねえかな。つくもとか気づいてくれねえかな。これ結構やばい状況なのでは。大丈夫か、探偵。やだみ、やだみ。あ、これ相馬の声だな。玉木、うわ、縛られてんじゃん。やべえぞ、これ。大丈夫か。うわぁ、来たわ、相馬。サイコパス、相馬。もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。こいつ冷静沈脚だけど、こいつが一番怖えよな。加減が分かってないんだよな。この言い方でなんかサイコパスみたいな言い方するから、意識もはっきりしてきた。本当に怖いよね。あんたがタフでよかった。これでじっくり話し合いができる。マジでこいつが一番怖い、今のところ。矢神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もお咎めなしなんだから。何のお咎め。こいつがあそこに来たのは想定外だ。こいつら何で動いてんだろうな。だったら俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろうが。分かった分かった。でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。ああ、うわー、痛えって。強烈なの食らったな。いや、痛いっす。勘弁してください、相馬さん。ああ、それは痛いじゃ済まないよ。おお、おしっこちびっちゃうって。そんなんやられたら。な？なじゃねえ。見たろ。まず痛み。それから恐怖だ。いや、もう痛みを感じて、怖いよ、こいつ。怖いって感じてもらうことが大事なんだ。こいつはほんとヤクザだな。痛めつけても意識はしっかり持たせる。ヤクザの意識をな。保育でもしてんのか。それで初めて情報が聞き出せる。ああ、半グレードしてみんな中途半端だから、それの教育がてらにしてんのか。俺は人の嘘を見抜く。え、どんな特技。昔親父に褒められた。ただ一つの特技なんだ。あ、そうなの。それでのし上がっていこうと思ったのか。
いやー、厄介なやつだな。ヤガミさん。それは厄介な能力だぜ。それにしても絶対絶命な状況だな。これどうやって抜け出せるんだ。あの女先生とはどういう仲なんだ。同僚だよ。ほんの何日か前からだけどさ。それぐらいだよな。何言ってんだ。いや、本当ですか、阿久津さん。あ？俺に任せてお前は黙ってろ。集中したいんだ。それに八神さんは今、何も嘘をついちゃいない。ああ、こいつの能力本当なんだ。すげえな。ただ、言葉足らずだよな。聞くよ。沢先生と同僚ってのはどういうことだ。阿久津はともかくこの相馬は随分鼻が利くみたいだな。いやそうだね、こいつにはちょっと嘘は通用しなそうだね。今のも嘘じゃないってのちゃんと把握してたからな。どうすればいい？清涼校からいじめ調査の依頼を受けてた。それで沢先生とは同僚みたいな。とりあえずそうだな、本当のこと言っとこうか。なるほど。彼女はどうした？今頃は自分の部屋で休んでる。別に彼女に用はないんでね。本当か？大丈夫か？俺らの狙いは。狙いは？桑名か。桑名か。そうそう。あんたあいつを桑名って呼んでるよな。どうもそこが俺らの調べと違って。え？そうなの？うん、どういうこと？その桑名ってのは偽名だ。そうなの？偽名？マジか。あいつはなんだ？あんたの前でどういう肩書きになってる？便利屋の桑名さんで通ってるよ。偉人帳のな。いてぇ、ちょっと考え事してただけですって、阿久津さん。手が早いよ。桑名ってのは何者だ？便利屋だ。偉人帳の。そうだな。みんな知ってる。いや、これぐらい早く行ってもよかったんじゃない、ターボ。こっちで長いこと便利屋をやってるらしい。あいつら手早いぞ。便利屋さんか。へえ、その口ぶりじゃあんたも最近あいつを知ったのかな。ああ、彼本名は北方ってのか。北方、聞き覚えは。いやー、知らないっすね。あ、また殴られんじゃねこれ。答えなくていいよ。ああ、初耳だって顔に書いてある。よかった、また殴られるかと思った。俺でなくたってわかる。じゃあ、あんたが言うとこの、その桑名さんがどこへ逃げたか。いやー、それを知ってたらね、もう言いますよ。あいつ俺のこと置いてったからな。もし知ってても。わー、なんでそんなこと言っちゃうの。そんなに恩感じてるやつか。絶対に教えないね。ま、今のも嘘じゃない。ただ正確に言うと、知らないから教えない。なんでそんなことまでわかんの、こいつ。アーニャか。あんたはその便利屋の情報を何も持っちゃいないんだ。ソーニャだな。まあ、タマキだったらターニャになるのか。それが何を意味するかわかるか。いやー、怖いんですけど。お前らにとって、俺は用済み。え、消されるの？もしかして。下手に賢いとこういう時損だな。いやー、なんか武器持ってる人いる。左に、鉄パイプの、長いやつ。じゃあ俺からも質問でーす。この場面で俺たちは悪い顔してんな。お前は生かして返すでしょうか。お前は生理的に無理な顔してやがる。生かして返さないでしょうか。いや、返してくれんじゃないっすかね。無理っすか。ダメっすか、阿久津さん。その顔は答えを知ってるって感じだな。多分正解だ。いやー、返してもらえるに一票なんですけど。あっさり殺すような真似はしない。いやー、さっきのなんか相馬の説明がさらに怖いよ。時間をかけて地獄を味わってもらうぜ。マジかよ。お前らは偉人町まで来て何をしてんだ。なんで桑名を追ってる。あいつが何をした。メイドの土産に教えてやるってとこだが、そいつもくれてやるきゃ。ああ、そんなに。ああ、ちょっと痛い痛い痛いって。おお、せめてこのな、拘束さえ解ければまだ反撃できるんだけど。うわあ、これ何、結構数時間殴られて意識が朦朧としてる状況じゃないの、もしかして。やばいやばい、ぼやけてるよ。ここまで殴ったら死んじゃうよ、ヤガミ探偵。うわあ、血も結構出てる。お前ら、善良な心がないのか。この集団サイコパスだな、本当に。やべ、どんぐらい殴られたんだろう。うわ、でも拘束は、
解かれちゃったんだ、解いてもらったんだな。終わりじゃねえぞ。千葉くんもいるわ。おい、あれの準備だ。何これ以上何持ってくんすか。待たせろ。マジか。しっかり押さえとけ。いやー、やばいやばい、絶対で、うわー、なんてそんな危ないもんを。それは喧嘩に出しちゃいけないもんでしょう。こんなチャンスめったにねえぞ。動画撮っとけ。いやいやいや、お前らそんなに炎上しちゃうぞ。人間どこまで蹴られたら死ぬかやってみたって。おー、そんな YouTuber がやりそうな企画名にすんじゃねえよ。いやいや、もう一発でアカウント停止だよ。手の先っちゃから少しずつ切り落として。恐ろしい。まずは右の手。あー、そして怖い怖い怖いよ。右肘、左肘。イカレ AV 男優だな。こいつは儀式だ。てめえから行け。うわ、切り込み隊長にして。千葉くん、俺らもやるんすか。全員やるんだよ。そういうことやったことないんだろ、千葉くん。こんな逆らったもんがどうなるか。こんな、ここまで悪いことしたと思って、したりすると思ってなかったんだろ。やめとけ、今なら間に合うよ、千葉くん。ここにいる全員やるまで死なせんなよ。ここでやったらもう後に戻れないよ、千葉くん。朝敵、千葉くん。でもやめとけ。阿久津はどうせ自分じゃやらない。ああ、そういうタイプの人間か。スマホの前で証拠取られるようなマネやるわけがね。ああ、なるほどな。結局お前らだけがバカを見る。それは一理あるな。お、揺らぐ心理作戦。おお、やばいやばい、こいつの心にエンジンかけてしまった。やばい、助けてくれ誰か。お、カイトさん、杉浦くん、デスターこと杉浦くん、ちょっと涙出そうになった。マジか。